今日は新玉のトロトロのスープがほぼ法事でできた話させてもらいます。まず玉ねぎ3個をスライスしていきます。厚みはこのくらい。はい、調理。フライパンにオリーブオイルを入れて玉ねぎを投入。そこへすかさずお塩も投入。中火でしんなりするまで炒めていきます。こんな感じになれば OK。 あとは蓋をして10分おきに混ぜながら弱火でじっくり甘みを引き出します。10分経過。だいぶ水分出てきました。20分経過。少しトロッとしてきました。30分経過。危な、ちょっと焦げた。いい読みは。40分経過。いい感じや。 OKOK。 ここで牛乳入れて少し混ぜて一煮立ちさせます。そこへバター投入。バター溶けたら OK。 器に注いでおめかしして出来上がり。よかったら参考にしてみてね。これ玉ねぎの甘みやばい。